パーテックコンピュータコーポレーションは、かつて、アメリカ合衆国カリフォルニア州チャッツワースにあった、コンピュータメーカーで、フロッピーディスクドライブ、テープドライブ、軽装制御、その他コンピュータ用ハードウェアなどの周辺機器の設計、製造を行っていた。旧称は、ペリフェラル・イクイップメント・コーポレーション。パーテック社の主力製品は、ハードディスクドライブとテープドライブで、 IBM、シーメンス、DEC などの主要、コンピュータメーカーから OEM として販売されていた。パーテック社は、密度 800CPI および 1600CPI の7トラックおよび9トラックテープドライブと、位相エンコーディングフォーマットの複数のモデルを製造しており、これらは、多数のオリジナル機器メーカーの製品ラインのオーデバイスとして使用されていた。 1970年代、パーテック社はいくつかのコンピュータメーカーを買収して、ハードウェア業界に参入し、主にデータ処理や全処理用のミニコンピュータの製造、販売を開始した。これにより、パーテック社は2つの会社に分割された。カリフォルニア州チャッツワースを拠点とする、パーテックペリフェラルコーポレーションと、カリフォルニア州アーバインのアームストロングアベニュー17112番地に、 あったパーテックコンピュータコーポレーションであるアルタイル8800バイトのクローズアップワシントン州シアトルのリビングコンピュータ博物館修造パーテック社は1976年にアルタイルシリーズを製造販売していた3つ社を650万ドルで買収したこの買収は主にアルタイルベーシックのソーストライセンスを保有しようとしたのが動機だった しかし、ベーシックのライセンスを持っていたのは、3つ社ではなく、マイクロソフトであり、これが後にマイクロソフトとの紛争の原因となる。また、同年には、マイクロ周辺機器メーカーのアイコムも買収している。これらの買収は、コンピュータの販売が、ホビースト向けから中小企業向けへと変化することを、期待してのものだった。パーテック社は、3つ社の買収後、 現在の会社の立場をより反映し、今後の方向性を明確に示すために、社名をパーテックコーポレーションからパーテ t クコンピューターコーポレーションに変更した。買収の結果、パーテ t ク社はマイクロプロセッサを使用したコンピュータの製造に携わるようになった。パーテ t ク社としての最初のモデルは、アルタイルの拡張版である。買収以前から、アルタイル製品は、 パーテック社の既存製品であるディスクドライブ製品群と一緒に使用されることが多かった。当初の販売は好調だったが、アルタイルのインテル8080 80は時代遅れになりつつあったため、パーテック社は3つのブランド名と共にアルタイルを引退させることを決定した。1978年、自社設計の第一弾として PCC-2000 を発売した。これは、 マイクロプロセッサーインテル8085シリーズを2つ使用し、そのうちの1つを入出力制御に使用した。マシンは内部コンソールに加えて RS-232 でシリアル接続された4台までのダム端末に対応するように設計されていた。基本構成では、 1.2MB を保存できる8インチフロッピードライブが2台とパーテック社製14インチハードディスクドライブが2台の合計 22.4MB のストレージが搭載されていたがこれは当時としては非常に大容量のものだったこのシステムには MTX と呼ばれるマルチユーザーオペレーティングシステムが搭載されておりこれにはビジネスベーシックに似たベーシックインタプリタが 含まれていた。PCC-2000 では、ミッツドスや CPM も利用可能だった。イギリスでは、ビジネスオペレーティングシステムも使われていた。しかし、PCC-2000 は高すぎて市場には受け入れられなかった。パーテック、ミッツ3 55ビジネスシステム。ワシントン州シアトルのリビングコンピュータ博物館、修造。ミッツ300は、 1977年にパーテック社が3つを買収した後の最初の製品である。パーテック社は325と355を製造した。どちらも一つのパッケージにハードウェアとソフトウェアの両方を含む統合システムだった。325はパーテック社製フロッピーディスクドライブを搭載し、300 55はそれにパーテック社の14インチハードディスク DC-3000 を追加した。システムは3つアルタイル8800の第2世代、アルタイル8800ビットとハードドライブコントローラー、3つデータキーパーストレージシステムで構成されている。64キロバイトの DRAM を搭載したアルタイル8800ビット、CRT 端末、机からなる300、 55ビジネスシステムは15,950ドルで販売された。システムはワープロ、在庫管理、会計などのビジネスアプリケーションで様々な処理を行うように設計されていた。このシステムは加熱しやすく寿命が非常に短かった。新システムでは、アルタイルフロッピーディスク、アルタイルラインプリンター、テレタイプライター、アルタイル CRT 端末などの3つ社の 周辺機器を使用することができた。プリンターは60文字、秒、26行、分で印刷することができる、双方向の3つ、アルタイル C-700 だった。パーテック社のコンピュータ製品の主要なラインは、キー2ディスクと呼ばれた、IBM360、370などのためのデータ入力機だった。この製品ラインは、1970年代前半に、 パーテック PCC-2100 が最初のものだったが、これは常実の PCC-2000 とは本質的に異なる。このシステムは最大16台の同軸端子、2台の D3000、ディスクドライブ、1台の T1640、テープドライブに対応していた。1977年に導入されたパーテック XL-40 は、 パーテック PCC-2100 の後継機である。XL-40 は TI-3000 や a m d m 2 9 0 0のビットスライスで構成されたカスタム16ビットプロセッサ、最大512キロバイトのオペレーティングメモリ、テープユニット、フロッピー、ハードディスク用の専用マスター対応、ドマコントローラ、プリンタ、カードリーダ端末から構成される。 最大構成は2つの異なるバージョンがあった。1つは T1600、T1800 テープユニット4台、フロッピーディスクユニット2台、D1400、D3400 ハードディスクユニット4台を搭載していた。もう1つは大容量ディスクユニット2台、ラインプリンター1台、同軸ケーブルで接続されたステーションプリンター4台、カードリーダー1台、 SDLC 通信チャンネル4系統専用の同軸端子30台を搭載していた。このシステムは主に以前から人気のあった IBM のカードパンチや MDS 社やシンガー社などが製造したよりキー2ーテープシステムを置き換えるためにキー2ーディスク操作に使用されていた。基本的なキー2ーディスク機能に加えてザローズと呼ばれる独自のオペレーティングシステムは データジャーナリングを使用したオンライントランザクション処理を行うための作品編成ファイル操作に対応していた。このシステムは2つの異なる方法でプログラムされた。データ入力は入力レコードの形式を指定した複数のテーブルに記述されオプションの自動データ検証手順を備えていた。作品編成ファイル操作は i d o c および sec ファイルに対応する特別な コボル方言でプログラムされていた。システムメンテナンス操作は保護されたスーパーバイザーモードで実行された。システムはオペレータの選択を指定したバッチファイルを使用することでスーパーバイザーモードでのバッチ操作に対応していた。オペレーティングシステムは画面上の説明とデフォルトの選択を含む一連のプロンプトを介してユーザーと対話式に操作する。 XL-40 はヨーロッパでは西ドイツのトライアンフアドラー社によって TA1540 としても販売された。パーテック社は後にこの会社に買収されることになる。パーテック社が最後に設計したコンピュータは MC68000 を使用した3200シリーズだった。OS は自社開発のマルチタスク、マルチユーザーの OS だったがユニックスを実行することもできた。 XL40 と同様にヨーロッパではトライアンフアドラー社が MSX3200 のモデル名で販売した。XL40 に搭載されていたディスクツーキーアプリケーションは3200にも実装された。また、マイベーシック4やピックオペレーティングシステムで使用されているものに似たベーシック言語駆動のデータベースアプリケーションも搭載されていた。 3200は当時としては非常に先進的で最大32人のユーザーの同時使用に対応しすべてユーザーがインテリジェントな Z80 ベースの端末を使用しそれぞれが3200の高速同軸ケーブルに接続された CPM をオプションで実行することができたその後イザバスから3200の同軸インターフェースが PC 用に作られ、PC を3200のスマート端末として、または、MS-DOS を実行するネットワークシステムとして使用することが可能になった。これは、小型ハードディスクのための新しい規格である、ウィンチェスター規格に対応する最初の、パーテック製品だった。3200の発売直後、パーテックコンピュータコーポレーションは、トライアンフアドラン社に買収された。その後。 PCC は1987年2月にスキャンオプティクス社に買収された。カスタムメイド CPU をベースとしたシステムからインテルやモトローラ製の既制 CPU への移行に伴い、これらのシステムの価格は劇的に下がったが、PCC のような企業は1980年代半ばにゆっくりと縮小していくか、大企業に買収された。 1970年代初頭にパーテック社が策定した p p c 時期テープインターフェース規格は急速に業界全体の規格となり今日でもテープドライブメーカーによって使用されている。またパーテックディスクインターフェースは IBM のウィンチェスター技術が一般的となる1970年代以前にはディスクドライブの業界標準だった。ありがとうございます。